さんこんにちは、水子川太郎のゴム手です。セリアさんのテーラーを使ってオリジナルのベストを編んでいます。はい、では前回、66段目まで編みましたので、今日は67段目から編んでいこうと思います。67段目は、1本目の縄模様と5本目の縄模様の9つ目の模様の交差を編んでいこうと思います。では編んでいきます。では表目を10目編みます。はい、裏目を4目編みます。では表目6目の縄模様ですので、3目を黄色い針の方に移していきます。では3目を表目で編みます。はい、黄色い針の3目を左の針に戻します。はい、これを表目で編んでいきます。裏目を6目編みます。はい、表目を4目編みます。はい、裏目を6目編みます。表目を8目編みます。裏目を6目編みます。表目を4目編みます。裏目を6目編みます。では3目を黄色い針の方に移します。はい、表編みで3目編みます。はい、黄色い針の3目を左の針に戻します。はい、これを表目で編んでいきます。裏目で4目編みます。はい、表目で10目編みます。はい、これで67段目が編めました。では編み地をひっくり返して68段目編んでいきます。68段目は裏側からですので、表目のところは表目、裏目のところは裏目でそのまま編んでいってください。では少し雑談していこうと思います。はい、ではね、このところずっとトルコのお話してますのでね、トルコのハンマムのお話しようかなと思います。ハンマムっていうのは公衆浴場なんですけれども、ハンマムは普通の家庭のお風呂とはまた違う感じですよね。どこのハンマムっていうのはちょっと場所をね特定してできたらあれなんで言わないようにしますけれども、私たちが行ったハマムはね、すっごい天井が高くって、ドーム状の天井になってるんですね。で、すごく薄暗い感じでした。昼間でもね、窓からの明かりはあるんですけれども、上の方にね、高いところに窓があって、そこからうっすら光は差し込んでくるんですけれどもね、電気の明かりっていうのはなくって、なんか薄ぼんやりと暗い感じで、で、2メートルぐらいある深さのね、温水のプールがあって、まずね、そこで水着着た状態ですけれども、しっかりね、体 の表面をふやかすようなことをするんですよね。赤を浮かせるわけなんですね。その後に赤すりみたいなことをしていただくんですけれども、その前にね、しっかりと体を洗った後ね、温まって、
お湯の中でしばらく使ってね、表面をふやかしていくんですけどね、その2メートルぐらいあるプールが、前にも言いましたけど、私1回深いプールで溺れかけたことがあるので、すごく怖くって、階段降りてね、階段じゃないな、はしごですね、はしご降りて肩まで浸かったんですけど、肩まで浸かってもまだそこまで足がつかないんですよ。ドブンっていっちゃうんですよね。頭のてっぺんまで浸かってしまうようなところなんで、うわここ怖いねって言ったら、一緒にいてた友達がね、あ、わかる？怖いよねって言うんですよね。私が言った怖いねは溺れそうで怖いねやったんですけど、ね、友達がね、そうなのよここねって言い始めるんですよね。あ、これはあれやなと思って、え、何かあったの？って聞いたら、そうやね、彼女はね1年ぐらいトルコで先にね留学してたんですけれども、今年の春にね、このプール入ってた人が溺れたのよって、ね、見てわかるようにね、たくさん人がいるわけじゃないでしょって。でその時もね、私ともう一人の友達二人っきりだったんですよね。で監視する人もいるわけではなくって、で赤すりの方に行くと何人もの人がいてて、もっと明るくってワイワイガヤガヤした感じなんですけど、そこのプールは本当薄暗くってね、周り誰もいてないんですよね。でちょっと年配のね、ぽっちゃりした感じの方だったんですけど、そのプール入られた時に溺れられたのか心臓麻痺とか起こされたのか分かんないんですけれども、発見された時その水の底にね沈んでおられたそうなんですよね。でプールに入った人が真ん中あたりまで行って、足の裏にふにゃって何かを踏んづけて、うわ何かあるっていうことで騒ぎになって沈んでおられるっていうのが発覚したらしいんですよね。だからね、そこからちょっとしばらくの間ねって言うんですよね。このプールはねしばらく閉鎖になってたのよって、だからね怖いんだよって言うんですよね。いや私そういう意味の怖いねじゃなかったんやけど、思わぬところで思わぬ怖い話が聞けたなと。人が亡くなってるんでね、この半分笑った状態で言ったらいけないことなのかもしれないんですけど、だからね、ハマムも危険があるんですよね。でその時にもね、女性専用の浴場なんですけれども、服着た男性の方が入ってきて何か話しかけたり、言葉分かんないから何言われてたのか分からないですけど、話しかけたりしてこられてたので、そういう意味でも怖いなと思いますしね。で友達の方は、ああいうの相手したらダメよって、ニコニコしてるからって言って返事したらダメよ、知らん顔するかあっち行ってって強い口調で言わないとダメよって言って教えてくれたんですけれども、はい、これで68段目が編めました。では69段目編んでいこうと思います。69段目は2本目と4本目の縄模様の、12番目の交差のところを編んでいくことになります。こことここですね、ここのところを交差していくことになります。はい、では編んでいきます。はい、では表目を10目編みます。裏目を4目編みます。表目を6目編みます。裏目を6目編みます。はい、では黄色い針に2目を移します。2目表編みで編みます。はい、黄色い針の2目を左の針に戻します。
この2目を編んでいきます。はい、裏目で6目編みます。はい、表目で8目編みます。はい、裏目で6目編みます。はい、2目を黄色い針の方に移します。2目表編みします。はい、黄色い針の2目を左の針に移します。表編みで2目編みます。はい、裏目で6目編みます。はい、表目で6目編みます。はい、裏目で4目編みます。はい、表目で10目編みます。はい、これで69段目が編めました。今日はここまでにしたいと思います。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方もポチッと押してください。よろしくお願いします。ではまた明日。